兄は、学生時代から、長あ付き合ってた彼女がいたんだけど、結婚話が出るたび、ぐずぐず先延ばし。挙句に、ふたまた、浮気相手に子供ができて、そちらに押し切られて結婚した。そして、結婚後も、元カノに年賀状を出し続けてきた。その文面が、元気か一人で、寂しい思いをしているんじゃないかと心配している。とか、 君が幸せになってくれないと、俺も幸せになれない。何かあったら遠慮なく連絡してくれとか。それって、彼女にも奥さんにも失礼じゃないのという内容。私は、毎年家族中の年賀状の宛名印刷を押し付けられていたので、つい文面を読んでしまった。でも、兄は、返事は来ないけど、受け取ってはいるんだから、嫌がってはいない。 一年に一度だけでもつながりを持つのは彼女のためなんだと言って聞かなかった。しかし、今年の秋、元カノの弟さんから兄に連絡があったそうな。姉はとっくにマンションを引っ越し、以後自分が住んでいる。あなたから年賀状が来たことは姉に伝えてはいるが、いらないと言われたので処分してきた。そのうち送ってこなくなるだろうと思い。 そのままにしていて申し訳なかった。今後は年賀状不要です。姉は、もうあなたと関わりたくないとのことで、私から伝えました。なお、姉は結婚し、今はカナダで暮らしています。とても幸せそうなのでご安心を。というような話だったらしい。バカス。